Yo guys, welcome back to Keiko Channel. Balik lagi dengan gue Kenny, dan seperti biasa kita bakal lanjutin lagi permainan soal online alisi session like guys kita. Kali ini karakter mana yang bakal kita lihat event mandirinya? Langsung aja kalian nonton video gamenya, dan I hope you guys enjoy this video game. Wah, kaigi ni maniatta. Aiteru seki wa to. No, asoko da na. No.あれは聖号騎士の連理か。隣の席いいかな。え、うん、もちろんどうぞ。キリトさん。キリトでいいよ、よろしくな。じゃあキリト、よろしく。僕のことも連理でいいよ。あ、よろしくな連理。なんとなくだけど雰囲気が少し優勝に似てる気がするな。そういえばレンリは聖号騎士だったよな。うん、そうだけど、でも僕は。みんなちょっといいか。魔獣の討伐のため二人派遣したい。手が空いているやつはいるか。そういうことなら俺が行こうかな。キリトか。よし、一人は決まりだな。もう一人はレンリー、もし空いてるなら一緒に行かないか。レンリー、いや、キリト、僕は。なんだ、やけにざわついてるけど。いや、お前さんは気にしなくていい。さてレンリー、キリトからの指名だがどうする。僕は、いえ、行きます。分かった、頼んだぜ。決まりだな。じゃあ準備をしてからもう一度集まろう。うん、分かった、また後で。ちょっとキリト、何してんのさ。キリト、とんでもないことをしましたね。何がだ。レンリッチのこと、あいつ全然戦えないんだよ。レンリッチ。ああ、レンリのことか。戦えないってどういうことだよ。前にレンリッチと一緒だったことあるんだけど、一回も攻撃しないでずっと棒立ち。本当に聖号騎士って感じだったんだから。そうなのか。本当に何も知らないんですね。騎士長のおっさんのことだから、キリト一人でも大丈夫だと判断したんだろうけどさ。せめて一緒に行く人の戦力くらい気にしたらどうですか。周りがざわついていたのはそのせいか。今からでも一緒に行く人を変えたらどうですか。でも本人が行くと言っていたしな。大丈夫だろう。はあ、キリトは気楽すぎだよ。まったく、どうなっても知りませんよ。よし、この辺りが獣の出没地域のはずだ。うん。ところで、レンリのその武器、面白い形をしてるな。2枚の刃がついてるのか。これは総翼陣だよ。投げて使うんだ。投げて使う。ブーメランみたいなものか。ブーメラン。いや、なんでもない。レンリは聖号騎士だから、それは人気ってことだよな。うん。左と右の翼を失った2羽の身長が互いの体をつなぎ合わせて飛ぶ姿だっていう伝説があるんだ。へえ、2羽の身長か。一心同体の相棒同士みたいな感じかな。相棒か。ん、どうかしたか。いや、何でもないよ。とにかくこの人気、総翼陣は本物なんだ。それに比べ僕は。魔獣のお出ましたな。俺が攻撃を受け止めるから、レンリは後ろから攻撃してくれるか。わかった。
やっぱり無理だ。レンリ、いつもこうなんだ。敵を前にするとなぜか足がすくんで動けなくなる。こうなると分かっていたのに。黙っていてごめん、キリト。そうだったのか。リネルとフィゼルの言った通りだったのか。となるとここは一人でやるしかないか。レンリ、大丈夫だ、俺が行く。よし、倒したぞ。キリトは強いね。失敗作の僕とは比較にならないよ。まあ、レンリ、失敗作ってどういうことだ。そのままの意味だよ。戦おうとすると何かが欠落したような気持ちになって、だから僕は聖号騎士なのに戦えないんだ。それが失敗作でなくてなんだい。でも俺の誘いに乗ってくれたじゃないか。それは僕だってこのままは嫌だ。変わりたいんだ。だから来てみたものの、このありさまだよ。詳しいことはわからない。でも変わりたいという気持ちがあればきっと大丈夫さ。キリト、そんな風に言ってくれた人は今までいなかったから嬉しいよ。レンリ、危ない。何、もう一体いたのか。いや、それよりレンリ、今のは。うん、総翼陣を投げたんだ。でもとっさに体が動いただけで浅い傷しかつけられなかったみたいだ。あ、いや、十分だよ。一緒に戦おう。体が動いてくれない。ごめん、キリト。やっぱり無理みたいだ。わかった、大丈夫だ。一人でやるしかないか。したぞ。ごめん、僕が役立たずなばっかりに。大丈夫だ、そんなこと思ってないから気にしなくていいよ。とはいえ、一人で連戦は少しきついな。念のため、あそこの岩陰で待機しながら、まだ仲間がいないかを確認しよう。わかった。畑から藁を少し借りてきた。これを敷けば岩場がふかふかのベッドに早変わりだ。快適快適。キリトはどこででも寝られそうだね。よく言われるよ。レンリも少し体を休めておくといい。ありがとう。なんでだろう、キリトは本当に話しやすいよ。そうか。うん、他の聖号騎士の人と話す時とか、僕はいつも劣等感を覚えるんだ。でもキリトといる時にはそれを感じない。劣等感を抱く必要なんてないさ。さっきの総翼陣の切れ味はすごかったぜ。いや、だからこそ情けなくなるんだ。総翼陣という最高の陣機を生かせていない自分がね。そのせいでアドミニストレーター様からも見限られて、失敗作の烙印を押され凍結されていたんだ。そうだったのか。もし戦いの練習をするなら付き合うから言ってくれ。うん、ありがとう、キリト。総翼陣の切れ味は本当に凄まじかったな。聖号騎士なだけあって、それを操る連理の技量も高い。ただ気持ちの面でその力を発揮できてないんだな。それにしてもこの藁は本当にふかふかだな。本物のベッドのような寝心地で、このままだと
キリト、寝ているところごめん。魔獣が出たんだ。あ、いや、こっちこそすまん。いつの間にか眠っていたみたいだ。魔獣が、しかも2体か。1人で2体同時に相手するのは厳しい。レンリー、片方を任せていいか。無理だよ。さっきの僕を見たでしょ。足が動かないんだ。僕を凍結したアドミニストレーター様は正しかったんだよ。キリトだってそう思うだろう。僕は役立たずの整合騎士だって。来る、どうしよう。分かった、レンリは戦わなくていい。うん、一人で倒せそうってことだよね。いや、難しいな。片方の相手をしている間にもう片方に背中からやられるのがオチだ。え、じゃあどうするの。いいかレンリ、よく聞いてくれ。知り合ってからまだ日は浅いかもしれないが、俺はレンリのことを、その友達だと思っている。友達？そうだ、俺の親友と雰囲気が似てる気がして。どうも他人には思えないんだ。レンリからしたら勝手な話だろうけど。キリト、いや、嬉しいよ。だからレンリ、今整合騎士として戦わなくていい。ただ友達として俺の背中を守ってくれないか。友達として背中を守る。さあ来い、俺が相手だ。2体同時は厳しいな。早いとこ1体を倒さないと。くそ、まずい。このままだとキリトが失敗作の僕にできること、戦うんじゃなくて守る。友達の背中をキリトを守るんだ。レニー、待たせてごめんキリト。友達だと言ってくれて嬉しかった。まだ怖いけど君の背中は僕が守るよ。なあ、一緒に戦おう。やったな、レンリのおかげだ。ありがとう。いや、キリトのおかげだよ。キリトが僕を奮い立たせてくれたんだ。レンリは自分で立ち上がったんだ。守ってくれて助かったよ、キリト。あ、まあ、なんだ、お互いに褒め合うのも照れくさいだけか。確かに。魔獣がまだいないか、もう少しだけ確認したら本部に戻ろうぜ。うん、そうしよう。というわけで、レンリと協力して獣を討伐してきたよ。そうか、二人ともご苦労だったな。とりあえずゆっくり体を休めてくれ。これからもよろしく頼むぜ、レンリ。は、はい、ありがとうございます。精一杯頑張ります。今の話、レンリッチが戦ったって本当なの？嘘でしょ？だ、なんだお前ら、聞いてたのか。本当だよ、嘘ついてもしょうがないだろ。レンリーが背中を守ってくれたから戦いやすかったよ。キリト、僕もだよ。へえ、嘘じゃなかったんだ。ファナティオ様の時といい、キリトってつくづく人を変えるんですね。じゃあレンリッチにはこれからどんどん働いてもらわないとね。今までの分を取り返してもらいましょう。頑張るよ。
つら好き勝手言いやがって。言い返してもいいと思うぜ。ありがとう。でもいいんだ。これまで戦えなかったのは事実だからね。改めてキリトには感謝するよ。本当にありがとう。キリトといると今まであった欠落感が和らぐ気がするんだ。自分に欠けているものは何なのか。僕はそれを見つけたい。レンリ、ああ、なくしたものを一緒に探していこう。Well, well, well, akhirnya, akhirnya si pasukan Integrity yang cacat satu ini bisa kembali bertugas seperti biasanya di sini sama berkat Kirito. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju kalau misalnya dia ini cuma trauma doang? Atau menurut kalian ada sebab-sebab yang lain yang buat si pasukan Integrity satu ini itu gak berani buat melawan monster? Coba komen di bawah ya. Dan gua rasa untuk part kali ini sekian dulu. Ntar kita lanjutin ke part berikutnya. Kalau kalian suka dengan video game ini, jangan lupa komen, subscribe, dan juga share video game ini ke sosial media kalian. Dan ya, gue Kenny. I'll see you on the next video. Bye gamers.